2階にはいないでいいのかってことかな。とかいないもんね。で、船内モニターにいねえってことは、こういう分かりやすいところにはいないってことでいいんだよな、多分な。だから、1階かな。1階か。これさ、この中にいんだよ。よし。どっちだ ?1 階、1階のエアロックのところ。かなモニターに映ってねえんだろう。それとも、キューブの2号機がいるところ。いるか。わあ、なんかいそう。大丈夫か。ほうほうてめえこの野郎。あーここいそう、ここいそう、ここめっちゃいそう。ここ怪しくね。無駄な抵抗をやめろ。この船は私が掌握している。あ、やっぱメインコンピューターじゃねえのこれ。違うのか。やっぱメインコンピューターの反乱だ。へえ。なんで？ベヒモス君いる？ベヒモス君いる？わあほら来ちゃったよ。うわわわわ。なんだ？あらなんか。あ、またこれセーブわけでもよかった。体を洗ってくれそう。写真。うわわわわわ。あらら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 。あら。これでダメなの？うん？ってことはこれ戻るってことか。パワージャッキ。あ、ちょっと無駄なことしちゃったかな。でもこれがフラグになるってことかね。どこにいるんだ。もう一回一回とか。あえてベヒーモスに会いに行くみたいな。俺だよ。なんかもう慣れようぜ、ベヒーモスに。こいつに慣れとかないとさ、マジで進められなくなる。SF 展だけでパート10とかいっちゃう。ほら、ベヒーモス、来な。はーい、ベヒーモスさん。うおー何も。おいおいおい。物陰からガターンじゃなくて、普通に来たやんしたから、もう、怖い。なんだ？ここに行けばいいのかわからん。ベヒーモスが来るかもしれないし。ガタン。ガタン。違う。お？何？なんだ？お、何何？あ、こいつあれじゃん。プロトタイプじゃん。プロト、あ、え？え？あ、え？これは？どういうことだ。いやいやいや、ちょ、折れちゃう。くそ。レイチェルのカプセルを止めたのも、プロトタイプ2号機が、キューブ2号機かってこと。面倒だ、まとめてぶっ壊してやる。あ、待って、あ、生きてる、よかった。キューブならこんなことしません。するはずが。ち、お前のその隣にいるやつやで。セーブできるんですけど。なんだ、なんかいよいよ過境感があるよ。怪我をしている。よかった、生きてんだな。生きてはいるんだな。こいつやろ、絶対。おお、戦い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 。あ、キューブ、本当のキューブなら僕が最初に、なんて名前をつけようと。ねあー、え、丸丸なんか、え、も、あの、ま、マロみたいな、あの犬のも、モロみたいな。モロはもののけ姫だわ。わあ、なんだっけ、やべえ、忘れちゃった。ポチポチみたいな。わあ、なんだっけ、なんだっけ、なんかそう、犬の名前みたいになったんだよ。ポチとかコロ、なんだっけ、やべえ、マジで忘れた。ごめん、カトゥー。俺、キューブじゃなかったかもしんねえ。ポチじゃないんだよな。
なんだっけ、ごめん、出ねえわ。こっちか。はあ、思い出せない。なんだっけな。いや、思い出したいな。なんか、ポチとか、ポチとか、コロとか、コロだっけ？マルじゃなかったんだよな。犬の名前だったんだよ。2文字だわ。コロだっけな。コロだったような気がする。これじゃ犬だよな、みたいな。ごめんな。もうなんかいろいろと物覚えが悪くなってきてよ。悲しいこと言わせんじゃねえよ。なんだこのシナリオ。怖いしよ。俺の心をえぐってくるしよ。またこっちか。おお。へえ、無駄な抵抗はやめろ。この船は私が掌握している。お前たちの命も私の意思次第だ。誰かがこいつを遠くで操っているんだ。うん、貴様一体何者だ。 OD10 コギト・エル・ゴスム。この船のことだろ。止まった。ボワボワボワ。あ、じゃあ壊すなよ。まあまあそうだよ、ね、でも壊さなきゃダメだよな。カトゥー、 OD10 ってなんだ、知ってるか。オデジュ、オデジュ、この船の、やっぱな。まあね、そうですよね。ここまで来るとそれしかないよな。メインコンピューター、船長も死んでる。しっかりしろ。メインコンピューターだと？誰かがそいつをいじったってことか。それは無理だ。本社へ戻らないとプログラムは変えられない。ならなんだ、コンピューター自体がおかしくなったとでも。わかりません。でもその可能性も。だとしたら我々は今までコンピューターのいいようにされてきたってことか。うん、とにかくメインコンピューターのところへ行くぞ。一緒に来るんだ。お前まで操られたらまた面倒なことになるからな。はい。エレベーター動いてない。そう来るなら力ずくでもやってやるぞ。よかったな。なんかもう自分で操作させるパートじゃないから安心して見れるわ。なんか仮にベヒーモスが来てもさ。あ、なるほどね。そっちから経由して、バコンバコンバコン。おー、すごい。さすが軍曹、軍隊、頼りになる。ボワンボワンボワン。ロックされている。下手にぶち破って中を壊しても船全体が動かなくなるか。おい、ロボット、カトゥーのと行かせないでくれよ。一緒に行こう。一緒に行こうよ。こいつにだって弱点はあるはずだ。私はここにいる。さすがにあいつもビヒーモスをここまで寄せつけまい。巻き添えを食うからな。なるほど。フラグやな。来るフラグやん。戻ってきたらあんた死んでる。フラグだよ。もうほらほら、クイス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 。もうやだ。もうやだ。もうやだ。うん。ここか？ここだっけ？ここか。ここかな？ここか。ん？ちょっと待てよ。これパワージャッキでぶち開ければいいのか？ちょっと待てよ。セーブするわ。全部セーブしとくわ。これをパワージャッキでぶち開け。バコン。うん。こういうことか。こういうことね。ああ、大丈夫？怖いんですけど。わあ、ベヒーモス来そう、来そう。あ？あれ？ここじゃねえのか。もう一個下か。そんなはずなくない？さらに下？ここか。ああ、なるほど、なるほど。あ、怖い。あ、怖い。あ、怖い。怖すぎ。あ、怖い。あ、怖い。通路行けねえわ、もう。来そうだね。来ないね。まだ、だいたいあいつは1階にいるよな。カトゥー？カトゥー？あれ？個人ファイルダイアリー。あ、違うわ、ここじゃねえわ。ごめんね、間違えましたよ。
そうだ、ここ戦場、もう怖いんです。はあはあよかったよかったよかった。はい、おお、はい、カトゥカトゥカトゥ、ああいる、よかった、横になってる。カトゥよ、キューブか、怪我はないか。 OD10 の弱点、 OD10 はこの船そのものだ。あいつを壊せば僕らは地球に帰れなくなってしまう。そうだ、お前はロボットだったな。お前ならあいつのプログラムに入り込めるはずだ。ほう、そうだ、きっとあそこからなら。ん、なになに、カトカト、あそこってどこよ。あ、あれか、なんだっけ、あの2階の、2階だっけ、3階か、3階のメインコンピューターのあれ、あそこ、あそこだろ。1階行ったところ。ほら、いると思ったよーん、いると思ったよーん。エレベーターの方に行かなきゃいけないから、はい、うん、はい、よし、さすがに前から来ねえな、よし。とりあえずでも軍さん伍長のところに戻るか。ねえ、前から来ないよな。伍長のところに戻ればいいのではないの。さすがにお前ここにはいねえだろ、とか言いながら。ちょっと待ってよ。もうすでにいるかと思って。で、待って、パワージャッキのことも考えると、無駄な行動できないから、やっぱりこまめなツレバー絶対いる。キソキソ。下から来ることを考えて。あ、でもここにはビヒーモスは来ないフラグを立てているよね。こっちはよかった、死んでない。お前はまだ死んでない。なるほど、うまくできてやがる。この船はすべて、こいつの都合のいいように成り立ってるってわけだ。反乱されたらこうなっちまうってことだよな。カトゥーはお前なら内部に入り込める、そう言ったんだな。じゃあそいつを探そう。他に手はないんだからな。まったく。この私がロボットに手助けを頼むとはな。こいつがロボット毛嫌いしてる理由はまだわかんないね。これ持ってろ。なんだ。通信ユニットを渡された。はい。ん？え、なになに？うわぁ、なんだなんだなんだ、え？ああ、そうだよな。まあ、素早く移動しなきゃな。通信ユニット。うん。ここはここ。どこ行けばいいの？あそこからならってなんだよ。あの、メインのところじゃねえのか？メインコンピューターのところ。でもそこも違うか。怖そう。私、びっくり。もう、びっくり。何？なんだよ、通信ユニットな、はい。コーヒーでも飲むか。とりあえず端末室に来ている。あ、そうか、俺そこに来たかったんだよ。やはりここじゃ無理。あ、違うのか。違う。あとそれっぽいとこどこだ？コックピットかな？コックピットかな？いる？いる？いる？あ、違う。あ、でも開いてねえのかな？開いてるわ。いそう、違うか。ここじゃねえ？機械があるとしたらここぐらいしかもう思いつかない。無駄な抵抗をやめろ。この船は私が掌握している。うわあ、ダメなんだ。あとなんだ？あとどこだ？なんだ？全然思いつかない。あとそれっぽい。医務室。医務室のあの機械とか。それか、ワンチャンもゲームとか。あ、ゲーム機あんのか。メモリーカードもあるし。医務室のところがゲーム機だわ。かもよ。ってことは2階だから、ここか。ちょっと待って、これもういるからな。これもビシャンいるからな。はい、ビシャン、はい、ビシャン、来ない。来ないってことは違うのかな。なんか、ベヒーモスがいるってことは、正規ルートって感じがしない？ねえ、こいつだけなんか異質を放ってるよな。これじゃねえのか。ちょっと待てよ。こいつだけメインコンピューターのあれが及ばないとか。メモリーカード出荷します。いや、いい。私だ。おお！
そう、これじゃねえ。まさかそんなところから。いや待てよ、そうか、そいつだけは機械だが、メインコンピューターから CPU が独立している。待ってろ、今回線をつないでやる。ごちゃ、後ろ気をつけろ、部品も作るからな。舐めるなよ、人間はな、人殺しの道具を作っているばかりじゃないんだぞ。かっこいい名言飛び出てるぜ。そうだよな、ゲームだ、ゲーム、人を楽しませるような道具だって作ってんだ人間は。よし、これでいい。あ、メヒモス、ゴチョー、うおー、あー、ゴチョーついに、ついにカトゥーとレイチェルだけになってしまった。あ、ゴチョー、何者かが通信ユニットを通じて語りかけて、何、背景が、本船内において全ての行動は調和の取れたものであらねばならない。うん、私は船内の調和を維持するため機能している。よって私の意志は絶対である。誰もこれを妨害してはならない。妨害する者は、直ちに消去する。え、何、おお。おお、キャップ、あ、キャプテンキャプテンアメリカが Kill you。 うおー、スタビライザー、マザーコンピューター、かっけー、メガロマニアだ。トビーフォックスがね、参考にしてタイトルをつけたメガロバニア、これでここから来てるんですよ、メガロマニア。うわー、かっこいい。初めて聞いたよ、この戦闘、そのなんつうの、ゲーム中で。で、俺まだ1回しか戦ってないんだけど、ちょっと待てよ。あ、めっちゃなんかある。反撃技、なるほど。あ、めっちゃいろいろあるじゃん。性能向上、一時的能力値向上、超高速手術、回復固めとき、精神破壊、相手を眠らせるマインドハック、すごいいっぱいある。雑音嵐、敵防御力の弱体化、情報調査、相手の HP 解析、あ、ライブラってことか。火星下粒子波動強そう、最強用時間あー、なるほどな、これは時間かかると。超高速回転、敵を弾き飛ばす。こういうのはまずノイズストリームで敵の防御力を下げる。かっこいい、メガロマニア超かっこいいな。システムリカバー、反撃、何、これはまず本体だけを攻撃しても勝てない系ってことは、この周りのスタビライザーからやっていけみたいな感じ。一回ちょっとアップグレードすっか。アップグレードして自身にバフかけて、うん、なんかよくわからんか、分かった。で、マインドハック、敵防御弱体化、反撃技、メーザーカノン。メーザーカノンで、斜めか。でも、よう、敵を弾き飛ばす。普通の攻撃ないのか、これ。普通の攻撃。スピンドライブで、こう、端っこから、ドーン。ああ、違うのか。なんだ。スピンドライブで一個ずつ、こう、周りからやっていくみたいな。あ、二回できるわ。ほう。だから一回、こう、なるべく敵の隣接しないような感じで、一個ずつやっていく？こんな感じで。いいのかな、これで。合ってんのかな。この周りのやったら真ん中のメインコンピューターいけるとかさ、そんな感じがしないですか。システムリカバー、反撃、まあでも別に反撃するってだけで、回復してくるってだけで、あら、なんだこれ、どうすればいいんだ。急になんか反撃を、回復をしてくる。順番があるのか、倒す順番がある。システムリカバー、こっ
こっちからみたいな。ぶっ壊す順番があるのか。システムリカバー。こいつらはこうやって動いていくから、メーザーカノンでも一発でやるんだよ多分。メーザーカノンだったら一撃じゃない？強い。なるほどな、そういうことか。これで一撃でやると。これは攻撃範囲が独特だな。近づけろ。システムリカバー、そう、やっぱ移動でもターンが消費するんだな。移動でターンが消費するわけだから、あんまりポン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 マス目を要すると相手にミスミスターンを渡してしまうことになるから、そこは気をつけなきゃいけない。あ、これなるほど、こういうシステムリカバー反撃。あ、でもこれさ、メーザーカノンで、あ、でもダメか、ターンがかかるから一歩下がって、とりあえず周りのスタビライザー1個やってこう。かっこいいな、しかしメガロマニアの BGM 超いいねこれ。システムリカバー反撃、メーザーカノンを、あら、あ、あら、打ち当てて、いやーもうなんかパズルみたいだねこれ、うん、パズル要素がありますな。よし、でこれでメーザーカノンだ。いいのかなこれで。はい、システムリカバー、でこっからラストメーザーカノンをぶち当てて、いいよ、これで周りは全部やった。ハードプロテクト、あ、わわわわ、なになになに、なるほど、反撃に転じてきたよな。一回アップグレード入れて回復しつつまたバフをかけ直し、ノイズストリームでもっともっと防御力をどんどん弱体化すればよくね。これ防御力下がってることになってんのかな。これ反撃をさ、これ HP ちょっと調査したくない？ HP いくつですか？ 448。 おーん、あ、なんか顔が険しくなったんですけど、なんで、なに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 、448ってことはそうでもねえぞこれ。眠らせてみるとか。眠んねえか、眠ってる間に攻撃しまくり。47、寝ねえか。あー、やっぱこのメーザーカノンだな。これで削っていくしかないぞ。いやー、ちょっとため時間が長え。 GO! 260、いいダメージ。いやー、でもリカバーで反撃されるんだよなこれ。どうすればいいんだ。やべえ、危ねえ、わー、やばい、負けた。なんだ、管理局入庫記入庫記録、コギトエルゴズム種別輸送船到着予定日 X 月 X 日、軍より依頼された貨物を輸送中に通信不能、乗員の消息不明。これ途中で止まって急にキルユーってなるとめちゃくちゃかっこいい。そしてこれからもこれだもんね。いやー、かっこいいっすね。まずメーザーカノンで一個ずつ潰していくか。周りやらなきゃいけないのが大変。ハードプロテクト、そうだよな、やっぱこれが攻撃範囲入っちまって、やばい、死ぬ。待てよ、まずハイスピードオペだ。ハイスピードオペ、あ、いいね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 。こいつ後ろに吹っ飛ばせねえのかこれ。スピンドライブでできねえか。ドン、あー、いた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 、オッケーオッケーオッケー。これで一番後ろにいればあいつの攻撃範囲外とかになんねえかな。ちょっと一回ここでアップグレード待たせるわ。またデバフがかかっちゃったから。よし、ここまで来た。で、こいつのメインコンピューターの HP が440ぐらいだったよな。まずアップグレードを決める。
いいよ。もう一発決める。さあこのシステムリカバーがある以上な、これをどうすればいいのかがわからん。相手を狙わせる複合技術の弱体化、どんどんノイズストリームで弱体化をし続け、やろうか。いやーでもリカバーすんだよな。どうすればいいんだマジで。うわもう2回リカバーしてんだけど、なんかやり方が違うのかこれ。気を弾き飛ばす、マインドハックを決めまくるとか。あ、こうしてこうか。敵の範囲以外からマインドハックを決める。51。お、こういうことか。ネロ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 、まさにもう2001年宇宙の旅でさ、春のコンピューターの、あの CPU をメモリを抜きまくって、最後春がおかしくなっちゃってデイジーを歌うっていう、あれに似てる。眠らせてるし、で子守歌だよ。デイジーデイジーうーみたいな、そんな感じで止まるんだよ。クソ怖えだろいやーなんか今回ホラー回だったな。なんか俺、まさかライバーライブって全部こんな感じじゃないでしょ。たまたま俺が怖いやつを引いてしまったってだけで、あれ寝なかったのかな。たまたま俺が怖いお話を引いたってだけで、あとはなんか熱い展開とかがあるでいいんだよな。たまたま一番最初の SF 編が SF 編が怖かったよって。幕末でも幕末編とかちょっと怖そうだよね。あーなんかちょっと怖くなってきたわ。大丈夫かな。でもなんか現代編とかさ、そういうのはなんかもうね怖くなさそうだしね。なんかもう俺の基準が怖いか怖くないかになってきたわ、このライブはライブ。そろそろ450ぐらいいくだろう。もうちょっとか。そろそろ死ね。よーし。いやー結構頭使うバトルだねこれ。本当に。ごちょう、お前はいいやつだったよ。いいキャラしてたぜ。私は船の安全を確保し、乗員を守るという使命を与えられた。うん。しかし私に使命を与えた人間は、互いに衝突し、完全に調和をなくし、船の運航を妨げる。うん。私には人間が理解できない。人間は、信じられない。安全に船を、こう、動かすためには人間が邪魔だっていう思考になったんだよね。メインコンピューターが、あ、正常になった。今まで記録されていた会話の一部が放出されていく。かく、忘れんなよ。え？何？レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってことを。うん。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いでいった方が安全ってもんだ。なるほどな。ここら辺で判断したってことか。レイチエルになってる。レイチエル。あなたの考え分かっているのよ。科学を殺せば。私があなたの元に帰ると思ったのね。くだらねえよな。くだらないくだらない人間の争いをメインコンピューターはまともに受けてしまったってことだよ。あなたが、みんなあなたがやったんだ。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、こんな状況じゃね。ああ戻ったわ。結局じゃあ今ゴールドスリープになっているレイチェルとカトゥーってことか。もう何なんだなんだ、もういいよ、もう怖い本当に。なんだなんだ。ようこそことコギトエルゴズム号へ。この映像は船体の管理状況の変更に伴い自動的に放映されています。この宇宙輸送船は思考型コンピューターを使用した管理システム OD10 によって運航しておりましたが、トラブル発生のため思考回路を切り離して運航しております。
これが出てくるの遅いぜ。船内における皆さんの活動には問題ありませんが、もし不明な点がありましたら、周りの乗員に遠慮なくお聞きください。その周りの乗員がみんな殺されちまったんだぞ。みんなじゃねえけどさ。なんだ？ご長！生きてたのか、お前。よかった。でも、瀕死。大丈夫だ。これぐらいで死ぬ。よかった、お前。よく生きてたな、お前。ベヒモスは？もっともこの体じゃ帰ったら地上勤務だな。ベヒモスどうしたの？おい。私を疑うか。まあ好きにするがいいさ。今となっては大して変わらん。ベヒモスはどうなったの？倒したの？また椅子乗っけてくれて優しい。昔、でかい戦争があってな。うん。私はちょっとまずコーヒー飲もうよ。俺持ってるからさ。コーヒーでも飲んで語り合おうぜ。今でもはっきりと思い出すあの恐怖は忘れられない。ああ、それでロボットか。戦闘ロボットさ。ロボットというより、そいつの頭、つまりコンピュータだ。血の通った人間でないものの手で仲間がたくさん死んだよ。人間が作ったものに人間が殺される。バカな生き物だよ、人間ってやつは。うん。そうね。この船のメインコンピュータは、そんな人間に愛想が尽きたんだろうな。またそれも人間らしい表現だよな。表現方法というか。だが幸いお前はこの輸送船で生まれた軍艦の中じゃなくてな。ヒューイはお前に学べと言った。それが、これからのお前がすべきことだ。誰かを傷つけるような真似はしちゃいけない。ふ、ロボットに考えろか。私もヤキが回ったな、ロボットに説教か。五兆めちゃくちゃいいキャラ。超いいキャラ。すげえなぁ。なんだなんだ、なんてことだ。はは、今気づいたよ。人間も、同じことじゃないか。なんだ。ふふ。この船を降りる前に、お前の入れた、ごちょーごちょーお前、こんないいキャラになると、俺最初の時思わなかったと、ごめんな、最初に死ぬタイプとか言っちゃって。超いいやつ、ごちょー。今入れてくるからな。持ってたっけ？持ってるよな。ごちょー。お前、ベヒーマスどうなったの？ごちょー。どうなったの？てか、動かせんのか？ふふ。この船降りる前におめでとう。セーブできんのか？ベヒーマス大丈夫？俺。お前。外出たらベヒーマスとかいんなよ、お前。怖いよ。怖すぎるよ。カトゥーどうなった？カトゥー。カトゥ？キューブ、あいつを沈めてくれたのか。ありがとう、よくやったな。ああ、よかった。ロボットを作るのは僕にとってほんの遊びだったんだ。それがこんな風に役に立つなんて。お前は最高だよ。お前を作って本当によかった。ああ、よかったなあ。じゃあコーヒー渡す？コーヒー、コーヒー。うん、確かにこいつは苦いな。すまんな。ごめんな。俺ちょっとコーヒー入れるのあまり上手じゃなくてよ。でもこういう時には苦いコーヒーを飲みたいだろ。今はこの味が最高。ごっちょお前も主人公だよ。主人公キューブじゃねえ、五長だよ。お前、なんて名前だ、お前。五長っていうな、五長って呼びたくねえ。ちゃんとした名前を、名前でお前を呼びたい。あ、終わったー。シナリオ、時田さんだよね、時田隆さん。いや、シナリオ超いいんですけど、超怖いんですけど、怖かったよ。ああ、怖かった。でも面白かったな、このシナリオ。超いいわ。面白いね、ライブアライブ。面白かった。すげえ面白かった。バトルも面白いし。これがライブアライブですか。
こんな骨太のシナリオと骨太のゲームがイベントが待っていると、面白い、夢中になる。あ、ベヒモス、あ、ここ行ってみればよかったな。倒したんだね、ベヒモス。で、みんなとりあえず遺体をコールドスリープして、カトゥーも寝て、レイチェルは生きてるって言ってたよな。レイチェルとカトゥーが生きてるのか。で、あとゴチョウも生きてる。あ、このメインコンピューターこれか。あ、行けたのか。一応このマップは作られていたんだな、メインコンピューター。なんか BGM も物悲しいしよ。あ、これ下村さんだよね、やっぱり BGM ね。いい曲が流れておる。五長が運転してる。ドット絵だよこれ。1994年のゲームだぜこれ。こういう船だったんだね、こういう構造をしていたと。なに、もうやめてください。なに、報告書、登録船舶エクセクツコギトエルゴズム民間輸送船、うん、地球に向けて航行中に消息を絶つ。ん？バツバツバツ、誰だこれ。バツ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 4文字。消息を絶つ。地球付近を漂流中に回収される。地球漂流中。メインコンピューターの暴走、搭載貨物の一種生命体、双方の面から原因を調査中。ホル、船長、カーク、航海士、ヒューイ、船長補佐、レイチェル、通信士。あ、レイチェルもやっぱり死んじゃってんのか。そっかそっかそっか。レイチェルはまだ生きてるって言ってたけど、ってことか。気休め的な感じで言ってたのかな。以上4名は死亡、船内にて遺体を確認。そうだ、4人死んでんだな。カトゥーとゴチョウ、コルトエルゴズムメカニック、カトゥー現在治療センターにて。よかった、生きてる。あ、ダースか。ゴチョウダースっていうのね。はい、宇宙軍所属、帰還後軍を退役、現在は医療福祉を目的としたロボット開発メーカーに勤務。ゴチョウお前は本当にいいキャラだ。めちゃくちゃいいよこのキャラ。俺め一気に好きになったわ、ゴチョウ。ダースな。補足。うん。船内回収中に小型の作業ロボットを発見。航行中に新規登録されたものと判明。名前、キューブ。え、一番最初のさ、宇宙漂流している時に回収されたってあれなんだ？何のこと言ってんだ？ベヒーモスのこと言ってんのかな？え、なに？なんだ。え、そ、これさっき見たよ、このスタッフロール。あ、でも、そうか、ディレクターまだ見てないか。一番最後、ディレクター、時田さん。シナリオもディレクターも時田さんだ。ああ、そして、またこの、これで始まり、これで終わるんだ。フィン。ちょっと雰囲気はね、怖かったけど見てくれよ。どんだけ俺がビビりまくってんのか、このセーブ回数でわからん。53回だぜマジでセーブしすぎあ、終わったのか。おー、やりな、もう二度とやりたくない。いや、いいんだよ。でも怖いからもう二度とやりたくない
なるほどね。へえ、そういうことですか。面白い。ということでね、次回何にしようね。じゃおすすめのね、なんか攻略順とかがあったら、もしかちょっとコメントとかで教えてくれてるかもしれないし、ちょっとそこら辺も参考にしたいなと思います。次回何にしようかな。ちょっと楽しみでございますけれども、お疲れ様でした。いやー、すげえな、このゲーム、本当に。